こんにちは。はい、こんにちは。はい、江本さん。はい、よろしくどうぞ。まあ、2回目の登場ということで。いや、もうありがたいよ。まあ、江本さんも YouTube チャンネルを持ってて、いや、真似してやってる。ちょっといやいや、もう武井豊の YouTube はすごいなっていうんでね、うちらがもう100人とか200人しかそんなことないじゃない来てくれないんだけど。いやいや、でもいやでもね、はい、あれ面白い。あのね、気晴らしになる、すごい。なんかこう、遠慮なく喋れますよね、うんうん、そう、あの、はい、ちょっと鬱積してるものをね、はい、こう言い足りないとかね、なんかの時に最近解説少ないじゃん。解説少ない、だからなんか足りないからね。そうですね。 YouTube はこう、あの、ストレス解消と、はい、老化防止、俺たちもね。いいですね。うん、あの、それに最近はちょっとね、全然老化してないですよね。いや、髪の毛だけよ。いやいや、僕は来た髪の毛老化してるいやいやでも、あの、江本さんとこう今回コラボでね、江本さんの方の動画も出てるんで、まあ、えらい辛口で喋ってるんで、ちょっと江本さんの方にも飛んで見ていただきたいと思いますけどね。ありがとうございます。はい、江本さん、最近休憩で溜まってることってありますか？なんかこれはいかんぞとか。いや、やっぱりね、まあ、これずっともうここのところあれなんだけど、はい、ピッチャーがね、はい、今年完全試合とか完封とか、はい、ノーヒットのが多いでしょ。多いですね。あれ見てどう思うんだって、みんな。今まで投げちゃいかんって言ってたんじゃないのかって。まあ、関東とかね、もう100球でもうね、アナウンサーがアホみたいにね、はいはい、190ぐらいになるとさそろそろ100球ですねって。やっぱ絶対言いますよね、最近。あれバカだね。なるほど。バカ、アナウンサーがバカ。ここ代表的な、ここ代表的なバカいますよ、ね、今、あのそこは言わない。そこが優しいところだからね。そう。ほんで、俺はいつも、だから何ですかって聞くんだよ。あれ何なのって。100球投げたら壊れるようになったデータってあるのかって。うん、ないですよ。ないですよね。はい、で、まあ、それを分業制だとか言ったら、また、もうちょっと言えば、球種でもそうだしね。はい、何でも、ツーシーム。カット。カット。アホでしょ。アホ。もうスライダーの域ですけどね。スライダーなんだろうな。カーブとスライダーが分かんないんですよ、はいはい、あの、要するにみんな一色だになっちゃってる。だから、まあ、昔ね、堀内とかね、それから、あの、佐田岡、はい、あいつはもうスピード137、8キロぐらいしかなかったけど、打てなかったわけよ、みんな。で、なんでだって聞いたらね、あいつはね、同じ投げ方でまっすぐふーっと来たなと思ったら、ちょっとシュート、はいはいはい、ちょっと曲がってインコース、はいはい、だからキャッと詰まるしね、はいはい、で、あ、来たと思って打ったらちょっと外へ逃げる、はい、だから芯を外されるんですよね、うん、ああいうピッチャーがいっぱいいたわけですよ。 あれ、みんなスライダーシュートって言ってただけなのに、今なんでカットボールとかさ、ツーシームとかさ、だから、ああいう風にその言葉をね、適当に言っちゃうのかなってね。まあ、この辺がちょっとイライラするよね。まあ、そうですね。あの、今年、そういう、こう、記録的な投球してる選手が多いじゃないですか。これなんでなんだと思います。ね、もう一つはね、はい、最近フライ野球とか、はいはいはい、ちっこいやつもあれやけどもね、あの、ブリブリ振り回して、はいはい、これはまあ色があるかわからんけど、はい、俺はピッチャーの立場から言うと、はい、初球から何も考えずに積極的に打ってくれるバッターが一番ありがたい。まあ、そりゃそうですよね。一球で済むんだよ。一球で済むんだよ。それをね、なんかみんな、あの、アナウンサーもすぐね、初球から振ると、一球目から積極的にフルスイングしましたね、なんて言ってね、はい、必ずあの褒めたたえるんだけど、はい、闇雲に振ってんだよね、ただ。あれはね、実はピッチャーはものすごくありがたいんですよ。このバッターは初球からフルスイングしてくれると思ったらね、一球目外せばいいわけだ、うん、だから、あれもちょっとどうかなと、うん、これちょっとイライラする。いや、僕も、それはこう負けてるゲームでね、初球から振りに行って、いやいや、カウントでフォアボールとか取るような頭ないのかな、とは思うんですよ、うんうん、そうそう、だからその考えててね、はい、あの、データも読んで、一球目にここに来ると、はい、でそこへ来たら1球目は絶対打つぞって言って初球から打つんだから、まだしも、はいはい、何でもかんでも初球から来たらプリプリ振って ね、たまに当たるんだね、またヒットやったり。でも駆け引きがないですよね。ない。あと心理をこう、つくとか、そういうものがなくなってますよね、今ね。それとね、もう一つはね、はい、昔技術屋がいたわけだ、はい、まあ、自分もそうや、どっちかというと技術屋のバッティングだ、まあ、どちらかというとそうかも。そういうバッターがいないんだよね、はい、ここでね、ポコーンとセカンドの後ろ打たれたら嫌だなっていうような時に打つんだよね、また、はいはいはい、あの、ヘロヘロとしててさ、クチャーンと打たれそうじゃん、ああいうのいないもんね。1番から9番までホームランバッターばっかり。まあ、そうですね。だからホームランで決まる試合っていうのはものすごく多いんですよね、うん、そうそうそう、だからそれで、
M さん、まあ話はずいぶん遡りますけど、佐々木朗希が完全試合やった、次の登板も8回まで完全やってた、俺落ちちゃったんですよね、あれね、なんで下ろすんだろうね。いやだから意味が分かんない。いや、そしたらね、はあ、素人がね、はあ、結構言うんですよ、いや、あれはね、投げささなかったから次良かったんです、何の根拠でお前ら素人が言ってんだよね、どこにそんなそのデータがあるんだろう。だからまあ疲れを考慮したとかね。疲れなんてね、お前じゃあ投げて疲れたことを知ってんのかって言ってるやつ、なるほどな。俺たちは投げて疲れたらどんなもんか知ってるから言ってるんでね、で明らかに今の科学的トレーニングだとかね、エチマとか言ってあの立派な体作ってんだから、俺らよりはるかに投げなきゃおかしくない、まあ投げれるようにはならなきゃおかしいし、おかしいだろ、おかしい、それは交代するっていうのはおかしいじゃない、だからそれをね、なんかいかにもその科学的なことのようにね、昔が古くてアホだったみたいな言い方を、そのまああいう佐々木が投げたとか投げさせなかったことについて、こうメディアも言いたがる、まあそうですね、で素人 もう丸うのみにするっていう、これがイラつくよね最近何だったんだ俺らアホみたいな、まあまあそうですね、ただね、だって完投した翌日、ブルペンに入っとけよみたいな、そんな感じでしょ、だからそれもあったし、でも俺たちまあ大体平均中4日だったわね、で中4日でずっと投げたかった、そうじゃなくて雨が降るだのスケジュールがあるだの、まあローテーションの都合で5日になったり6日になったりしたんで、だけど花から1週間に1回しか100球しか投げないってね、これピッチャーダメになるじゃん、それやったらダメになる、なるよ、だってそれ何勝したのみんな、まあそりゃそうですよね、みんなダメになってきて、まあ、昨年の最多勝が13勝かなんかですね、だから、まあ、俺菅野なんかねまだね、あの衰え年じゃないと思うんだけど、完全にもう衰えきってる、それは何が原因なんですか。いやー、なんだろうね、やっぱりそのあるこのね、いい例言うとね、昔あの鈴木啓示がね、入団してからもう20勝バンバン投げて、確かね8年目か9年目ぐらいにねカタッと落ちたの、一回来るって来るんですよ、はい、俺ガタッと落ちた時に俺ちょうどパ・リーグに入って、鈴木ももうダメかと思ったらね、なんとね不死鳥のように蘇ってきたわけ、ね、でそれが何でかったらね、朝から晩まで走ってたんで、一つグラウンド来たら走ってる、で次何やってる見たかっていうとね、ホームが変わっててサイドスローになってた、まあ俗に言うスリークォーター、ね、サイドじゃないけどスリークォーター、はい、それまで上からベーって投げてたけど、もう突然ねノーワインドアップでね、でこうスリークォーターから来るわけですよ、はい、だからもう球種かなんか全部違ってる、それからまた20勝ずっと続けて、あと何もしたら300も300ちょっとしましたね、はいはい、あれ一番いい例なんだよ、はい、鈴木俺の前で言われるの無理ないんだよ、俺らできないんだよ。まあ確かにね、うん、お前ら君らこんな仕事しなきゃいかんのかなって言われたことあるからね、どうそれは無理ないよ、やったんだからあいつ、なるほど、なんであれを聞かないの。じゃあ菅野は今、うん、もうそうちょっとチェンジ するような、うん、もう時期に来てると、うん、何年か前にもう時期が来てたんですよ。でも変わってきましたよね、変化球がものすごく増えてない、うん、そうそう逃げ、もうそれでかわそうとする、うん、あ逆だよね、ストレート速くしようとしない、俺に言いました。あ、なるほど。で3年ぐらい前かね、もう陰り来てるなと思ったの俺で、あの時球場のとこでね、パッとベンチの横をパッと通ったらね、そろそろこいつもランニングとかとこう少し変わるトレーニングしたらいいなと思ったら、室内練習で自転車越えてた、これダメだな、ずっとそのままでしょ。あのメジャーの選手を聞くと、もう球場に入る時間、うん、その前にずいぶん早く入って、うん、そうそうそう、自分でランニングしてるって言いますよね。そうそうそう、うん、キャンプでもそう、俺まああの、昔タイガースの時も2年、はい、シアトルマリナーズ一緒にやったんですよ、はい、あのアイドルでね、はい、あの時もまあ当然言いますよね、はい、メジャーリーグ 3A2A1A ルーキー、この下のやつらもうだって10時から練習したらもう7時か8時頃からランニングしてるの、まあ、そうですよね、うん、いやだからメジャーの選手って走らないっていうイメージがものすごく熱強いけど、うんうん、全然日本の投手よりも走ってるっていう話ですよ、ね、はるかに走る、だからそれを見せてないだけだって言いますよね、で報道しないだけ、あーなるほどね、うん、あの格好のいいとこだけ、はいはいはい、このバーベルとか上げて、そうですね、だからウエイトトレーニングもやるけども、うん、しっかりランニングをしてるということですよね、うん、
それとね、メジャーリーグにこうかぶれすぎてね、はい、バッターもちっこいやつまで、あのフライ野球だなんとかやってブリ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 、ね、フライボール革命でね、うん、ああいうのがやっぱり良くないよね。まあ、いや僕も人に合う合わないって絶対あると思うんですよ。だからバッターのレベルがね、はい、逆に落ちたんじゃないか、うん、で今年も俺あのシーズン中も見たけどね、打撃実況とか見たけど